チーム B の富山県出身ハンピョンこと橋本原です。こんばんは。今声を最大限に出そうとするとこんな感じ。だからちょっと良くなりました。今こんなハルピョン嫌だの YouTube 見てました。え、何それ、あれかな、佐久間さんのノブロック TV かな。ノブロック TV さんですかね。すいません、ちょっとお外が賑やかだったので。こんばんは。なんか声が出ないから、いや出るんですけど、そう昨日よりマジ昨日の配信見た人よは本当に昨日より出るようになったねハルピョンって思ってくれると思うんですけど、そう声わらって書いとこう。ほんと大丈夫だったよね。そうでもやっぱもういいか。そう無理はしてない、無理は全然してなくて、それこそ昨日みんなが無理すんなよってそう言って、ハルピョンにカレーはる声をん声を出さずにハルピョンがカレーを食べる配信をみんながずっと見続けてくれたおかげで今日ここまで成長したので、ちょっとほんと千秋楽までにはどうにか「なナイフだ」って歌えない。そう、ナイフだって隠し持てるそう歌えないので、ちょっとね今日もあんま声出さなくてもみんなが暇にならないような配信をしようと思って、まあ、まず今日の朝の残りスコーン食べます。てかマジで私育ち盛りの中学生かもしれなくて、そうもう今日ラーメン食べたすぎて、てか昨日ラーメンの広告チラシみたいなんて言うんですか、広告パネルみたいなのを見てからもうラーメンが食べたすぎて頭の中がラーメンだったんですよ。で今日食べたの、さっき、ほんとついさっき食べたんですけど、レッスン終わりにまだ何か食べたい。
まだ何かを食べたい。やばい。育ち盛りの中学生。そう。めっちゃ迷った。でもスコーンあるからやめた。焼肉食べたい。そう、口の中の水分取られるし、粉粉がすごい喉に来るから、めっちゃ多分咳出る。今日は途中でドボンもしようかなって思ってる。うん。そしたら私は声出さなくてもみんなは配信楽しんでくれるかなと思って、配信はしたいんですよね。そう、することはあるんだけど、振り起こしをしなきゃいけないんだけど、でもずっと振り起こしててもマジで暇だから、暇じゃない、なんていうの、やる気失せちゃうから。今は休憩。今日は一日で、てか今日はもう踊れない。ほんとメールにも書いたんだけど、トシさんハートありがとうございます。なんか私から今日出る咳は基本何か、なんか空気にむせてる咳だと思ってください。そう、空気でのむせ。独特。
いやコロナは一回なったことあるから分かるんですよ。全然違う。あと陰性だったし、バジュンさん、ランプさん、ありがとう。食べ物を飲み込むとかは痛くないんですか？だから喉は痛くないんですよ、私。本当に声だけ声だけ腐ってるみたいな声してるのでもうね、なんかね、毎回説明するのがねめんどくさいぐらい、めっちゃ言われる。大丈夫ですか？やばいんですってみたいな。今日はレッスンの合間に書けるかなと思ったんですよ、これ。そうこ前のレッスンが押して、そう、私たちのレッスンじゃないレッスンが押して、でそしたら別のレッスンも押して、でその次のレッスンも押すじゃないですか。ってなったら、そう、全然書けなかった。合間の時間がなくて書けなくて、今日のノルマは25と15だから40枚のノルマにしてたんですけど、1枚も書けなかったので、今日はこの束5、10、15、20枚、今日は20枚書いていきたいと思います。蜂蜜かけたらさっきよりスコーンのパサパサ感なくなった。まなかちゃん今日かき始めてた。だって、え、嘘だよ、まなかちゃん、うん、私よりも前々から書いてましたよ、まなかちゃん。嘘つかれてる。今日じゃないはず。前16期集まって書いてた、みんなで。みんな今日のテレ東さん見てね。ハルピョン会らしい、めっちゃ。まず静岡に行ったやつ、
が今日放送されるし、あとは勝率 100% なんだって。私知ってた、みんな波動、え、負けたことあるんだけど一回一番最初のやつ負けた気がするんだけど、気のせいだっけ。めぐみんか誰かと出た時うち負けた気がするんだけど、まあいいやLIT100% の橋本が大先輩、大先輩ってか、まあ、先輩ミーヨンさんに挑むみたいな。そう、まあでも確かに一回にあのこの間のそのまだ放送されてないやつがのやつをカウントしなかったら、え、違ったっけ、一回だけ負けた気がする。え、だって4位になったことあるもん。ああ私萌えゼリフしたことあるもん。まあ忘れよう、みんな、そんな話は。うちは勝率 100% だ。へっ、今日の朝はこれにヨーグルトがあったから口パサパサにならずに済んだんですけど、今スコーンしか食べてないからめっちゃ口パサパサ。おもろいぐらい口パサパサ。ヨーグルトは食べれるけど飲めない。飲むヨーグルトは苦手っていうか、お腹痛くなっちゃう。これもある。食べかけのクッキー。やばくない？うちが今日食べてるもの全部口の水分なくなるものなんだけど。そう、これ大好きなの、無印のココアとバニラのクッキー、めっちゃ美味しいんですけど、この間食べてお腹いっぱいになって食べるの途中でやめちゃった。待って、ヨーグルトダメなんだねって言われたんだけど、話聞いて。
危な、カメラ逆にしちゃった。アイスと一緒にスコーン食べたらどうなるんだろう。いや思ったんですよね、私今日ラーメン食べるよ、ん違う、なんていうの、今日レッスンの時にうわ勝也のカツ丼食べたいわって思ったの。そうめっちゃ思ったの。あうまい。そうだけどもう昨日からラーメン食べたすぎて、ラーメンにしようと思って、ラーメン食べたんだけど、いや全然今いける、勝也のカツ丼食べれるな。ひーちゃんはラーメン食べないって言われた。だから？だから何？で？で？ちょっとだから何を言いたいのかなって。違うの、私多分声低いからめっちゃ怖い、怖く思われるかもしれないけど、え、だから何？これでさ声でな、これで私が自分の適正サイズ、適正身長、ん違う、身長の適正サイズよりも体重がね太ってたら言ってください。ちゃうやん、私気づいたんですけど、なんかこの間マジで本当にいろいろ気をつけて、めっちゃ食事に気を使った習慣があったんですよ、1週間ぐらい。したらマジでなんかストレスで逆に体重増えちゃって、そう普通に食べ始めた時のその後に、あもう無理、なんか食べなくても、食べなくても太るんだったらもう食べた方が自分的にハッピーじゃねえと思って、食べ始めたら痩せたの。そうだからマジストレスって良くないよ。全然食べてないのになんで1キロ増えてんのって思ったんですよ。
だから皆さんも食べちゃダメ食べちゃダメって思ってダイエット痩せなきゃって思うダイエットをするよりも感じ。限度はありますけどね。3日間武道館あるけど、ハルピョンのおすすめの日は。ハルピョン、あのなんかまあめっちゃ曲数が3日間の中でめっちゃ曲数がある中でハルピョンが一番目立つ曲があるのは3日目です。でもまあそりゃ選抜メンバーとかに比べたら全然だし、1曲しかないし、そうだから、むずい。でも一番そうか、3日間の中で一番目立つ曲が1個あるよっていうのは3つ目かなって感じ。3日目、やばい、うち配信めっちゃ食べてる人のイメージついちゃう。待って、クッキー引けてるわ。兄ちゃんの卒コンに一部出演って友達案件どういうこと？友達と遊ぶから一部しか出ないってこと？違います。一部しか呼ばれてないだけです。
友達やっけ、友達や友達と遊ぶから、友達と遊ぶからコンサート一部出演はめっちゃおもろい。1月の友達と遊ぶ予定なんて決まってないし、いやむしろ一部じゃなくてじゃあ全部休めよって思っちゃう。それな、来年の話です。来年の1月、一部しか呼ばれてないので一部しか出ないよってだけで友達と遊ぶから一部なんだよってわけじゃないので、はい、勝手に勝手にそんなやめてください。はい、せっかくコンサート出演させていただけるな、全部出たいっていうのはね、私もそれはそう思ってるけど、一部なのでそこに注げればいいかなと思うし、皆さんもそなんていう、本当一部っていうのが本当に分かんなくて、一曲とかかもしれないし、マジで分かんないんですよ、まだセットリストも知らないから。だからなんか無理して来ようっていう気持ちにはならなくていいよっていうのがあるかな。まあひーちゃんの卒業公演だから、コンサートだから、そう、別に私自身が目立つあれもないし、ひーちゃんしか多分、そうだからひーちゃんのファンの人に多く入ってほしいなって思うので、そう別にあの、はい、入らなくて入らなくていいっていうのもあれだけど、うん、なんていうんだろう、なんか無理してもうなんか意地でも休んでいきますみたいな感じではない。ゆいゆいは一部出演わかるけど、ハルピョンはだって、それすごい遠回しにハルピョンのことディスってますよ気づいてください。卒業公演とか生誕祭と一緒、本当にそのメンバーのファンの人が一人でも多く入ってほしいなって思うし、うん、もしも、いや考えないでほしいけど、そのハルピョンの卒業公演とかだったらみんなはどう思うかなって、そうしないけど、卒業しないけど、もしじゃあ自分の推しの卒業公演とか卒業コンサートがあるってなった時に、なんかさあ、なんでみたいな、
思わない？そうなの？いや、なんかじゃあ例えばそのコンサートにを外された時、その落選しちゃった時に、いやみたいな、俺の方がこの推し好きなのに、そんな他のメンバーなんてこれからも会えるやんみたいな、絶対思うでしょ。みんなもハルピョンの生誕の時絶対思ったことあると思うんですよ。うん、それは多分よいしょ、こっちが思ってるってことはそっちも思ってるから一緒。え、めっちゃ美味しそう、見て。抹茶椅子にクッキーのっけた。やっぱこの声だと怒って聞こえる。やだ。だから一部出演がどれくらい一部か分かったらさ、みんなになんかそれとなくさ、なんか ニュアンスで伝えるからさ、もうほんとこんぐらいですとか、まあこれくらいかなとか伝えるから、なんかほんとにもしも一曲とかだったらなんかさ、はそのさ、なんかハルピョン本気でなんかハルピョンのことをなんか見に来たいって思って、いやもうもちろんそのひーちゃんのこともすごい卒業応援したいよっていう気持ちもあるけどみたいな、やっぱハルピョンのパフォーマンスが一番大好きだから、そのハルピョンが出るなら絶対に行きたいみたいな人もいると思うんですよ。でもどうすんの、一部が本当にもう十何曲二十何曲三十何曲やる予定でさ、一曲しか本当に出ないとかって、まあ一曲かもしれない、一曲二曲とかになったら本当に、だからもうなんか本当大丈夫って気持ち、なんかもうごめんって気持ちになっちゃうから、なんか行くよって言ってくれた人らそう、だからなんか本当にこれが一部出演じゃなかったらこんなこと言ってないかもしれない。でも一部だから本当にマジでひーちゃんのことも好きで、もともとひーちゃん推しでハルピョンのこと今好きだよとかっていう人もいると思うし、ひーちゃんのことも好きでハルピョンのことも好きなんだよみたいな人もいると思うし、そういう人は全然いやってくらいでなんか申し込んでいただけたらね、あるかもしれないけど、そうなんか本当にハルピョンしかみたいな人はだったらもう劇場2回入った方がいい。うん9000円ぐらいでしょう、3400円だから劇場。お話し会9回来れる。
いや来ないでって言ってるわけじゃないけど、なんか申し訳ない気持ちになるんですっていう感じ。そう、なんかしかも劇場の方がさ、一番後ろの席だったとしても近いし、お見送りもあるし、なんか、ね、申し訳ない気持ちが生まれちゃうからこう言ってるだけであって、そうって感じです。ひーちゃんのファンの人はもう全力で当ててほしいけどっていうか、そう、でも本当に諭吉一人って結構だよ。諭吉一人いたら何ができる？うつや何回食べれるかな。え、パチンコ30分だって、やば、少な。パチンコ30分で1万円飛んでくの？やったことない、えぐ、めっちゃギャンブルやん。でも30分も出ないかもしんないじゃん、ハルピョン。もっとギャンブルしに来るようなもんじゃん、みんな。そうだよ。1曲2曲とかだったら10分とかしか出ないよ、ハルピョン。もちろん他のメンバーが踊ってるところを見ちゃダメって言ってるわけじゃないので、そう、それは見て帰ってほしいなとは思うけど、せっかく来るんだったら。でも びっくりした。眠くなってきた。でも今日は今日はこのアイスとココアとバニラのクッキー、あと
4枚食べるって決めたので、あ、ラーメン食べたから血糖値上がってお腹すいちゃないや、眠たくなったな今。でドボンとあと今日これ20枚も書くって決めたから、風は分かるんですよね。風邪だったら確実に喉めっちゃ痛くなる。そう、風邪だって、私だって23年間生きてきて引いたことあります。風邪とは違うっていうことも分かる。締め切りが1週間後とかなんで全然間に合います。あとちょっと、あと100枚ぐらい、もうちょっとあるかな。そう、頭痛くなったりもするか。頭痛くないし今回。いや、わかるんですよ。なんか最近マジでメンタルじゃなくて、なんだっけ、体調崩すことが多くて、そう多かったんですけど、でもこれは違うってことが、この最近の体調不良で分かるようになってきた。乾燥ですね、きっと普通に。あとストレス福井行って劇場やって静岡やってレッスンして配信してレッスンしてレッスンして公演やってレッスンしてレッスンしてって感じだったので、普通に溜まってますね疲れが。まあでも私よりも忙しい人なんてもっと多くいるしと思って、まあでも移動距離的には、でもゆきりんさんもこの間大阪行ってたから、メンバーの中でトップ10には入るぐらいの移動距離だと思います。うん、でも私たちがさ静岡に行った日にさ、あの他の選抜の人たち大阪行ってたじゃないですか、うたコンで。多分時間とかは違うけど同じ種類、北陸新幹線とか東海道新幹線とか、そういう同じ種類の新幹線には乗ったのにシートの色違ったそう、昨日も移動距離がすごく長かったんですけど、朝は寝れたの。でも終わってから疲れてるはずなのに、そう、終わってからの方が絶対疲れてるはずなのに全然眠くならん、寝れなくて、そう目も閉じて耳もイヤホンで塞いで音流さずにこうやってやってたのに全然寝れなくて、そう、
昨日のねピョンムービー誰がいたんですかって声が結構あったんですけど、まあ多分なんか変なね、変に勘ぐったりとか考察してる人とかはもしかしたらこの子もうなんかあげてたとか、あ、クッキー5枚だった、この子も今日仕事だったってあげてたとかやって、誰がいたかなとか分かるかもしれないんですけど、一応まだ情報解禁前ではあるので言わずに、美味しい、このアイスの上にクッキー乗っけて食べるの。千秋楽は、うん、曲ごとに変えるって感じなんですけど、よかった。下ベロま緑になってるかと思った。ちょっとほんのりそんな感じだけど、でも私は全部出る予定だけど、ちょっと喉とかともマジで絶対的に相談な気がするなって思ってて、やばいよね。しかも私のポジション意外とソロで歌うところ結構あるんすよ。あれといろいろあるので、そうだから、やだ、せっかくの千秋楽ちゃんと終わりたい。やだ、やだよ。聞いて。これで今日ここ切った、流血事件を起きた、もう多分治った。なんで、もう8時なの？何時間前ぐらいだろう？5時間前ぐらい、5時間6時間前くらいに流血事件起きた。痛かった。ほんとちょっとゲッターズ飯田さんの本見よう。後で絶対厄年、厄年ってか厄月、
ねえ、ハルピョンの配信今話聞いてた？もう聞いてよ。しかも抹茶アイス溶けたし。最悪。そりゃそう、こんだけ時間かけて食べてたら溶ける。当たり前。シュレックが作れそうだって。マイクじゃなくて。食べ終わり。お腹いっぱい。ハーゲンダッツは高い。だから特別な日に食べる。今日これ頑張ったとかっていう日の一日の終わりに食べる。よし、20枚書きます。マジで無理する気持ちはなくて、今日も昨日言ってたじゃん、レッスン2曲あってみたいな。そう、出れなかったらなんかやばそうだったらやめますみたいな。朝マネージャーさんに連絡しようとしたんですよ。あーみたいな、声出ないなーと思いながら連絡しようとして、そう9時ぐらいに起きて連絡しようとしたんですけど、ちょっとしてから全然大丈夫やんと思って、多分寝起きすぎて声出なくて。そう、大丈夫だったって話。あと食べ過ぎ、お腹いっぱい。ラーメン美味しかった。
結局レッスンは行きました今日。福井行ってる時にレッスンあってその曲たちがやばい、振り起こししなきゃいけないから聴いたことある曲も立ち位置違うからレッスンてか基本的にエイトのコンサートの時もそうだったんですけど、恋するフォーチュンクッキーとかもうレッスンいらんやんみたいな曲あるじゃないですか。ああいう曲も全部一応レッスンはその例えば地起こしでみたいな曲以外は基本的にレッスンはあります。何ラーメン？え、醤油かな。そう、ラーメンっていうくくりで書いてあったからわかんない、多分醤油。つけ麺と迷ったんですけど、つけ麺高かったからやめました。てか世の中がマジで高騰してるから値段が本当に、値段は高騰するのに税金も上がっていくし、なのにお給料は上がらないから、そう、もうみんな会社員なんていうの、サラリーマンの人たちっていうのなんていうの、会社員、会社員の皆さんと同じ気持ちです。はい、払うお金がどんどん、支出がどんどん高くなる。てか聞いてください、めっちゃおもろいこと言っていいですか。私多分なんですけど、福井であの恐竜の足跡の
写真を撮ったんですね。その場所になんか今荷物をね全部こうなんていうの端っこに寄せておいて撮って、ま、撮ってで荷物持ってってやったんですけど、その時にカバンの中にお茶がペットボトルのお茶が入らなかったからお茶だけ横に置いたんですよ。そう別でしたらそれを多分忘れてそう終わってお茶飲もうとしてから気づいてもうそこではもう全然めっちゃもう会場遠かったからそうもう取りに行くってことも無理だった。でもね未開封だったからまだそう全然持ってかれても私の口づけとかじゃないからいいんですけど、粟良温泉の駅に未開封の 500ml のペットボトルを600かな、美味しい麦茶を置き去りにしてきてしまった。うん、未開封じゃないからゴミとかとは違うんだけど、やらかした、やらかそう。やりたいことがあるなら、そう、もしかしたらファンの方の中でなんでここにお茶が置いてあるんだろうって思った人がいるかもしれないんですけど、私のお茶でした。持って帰ってくればよかったって思ってる人いるかな。なんか恐竜にお供え物した人みたいになっちゃったお茶というお供え物。もしかしたらさ、神様からさ、それポイ捨てって思われたのかな。だからこんな最近ついてないのかな。喉終わってるし、指切るし、もう違うよ。でもちょうどその日に富山県でよさこいのお祭りをやってたんですけど、
私と仲のいい高校時代の仲良かったお友達がそのちょうど踊ってたんですよ。そうだから本当私が高校生の時に一回だけその子のそのよさこいを見に行ったんですけど、そう、それぶりだからもう5年ぶりくらいに、5、6年ぶりくらいにまたその子のよさこいを見ることができました。次はまた5年後見たいと思います。見たいと思います。でも私もよさこい踊ったことありますよね。よさこいって言っていいのかわかんないけど、よさこいじゃねえよって言われそうだけど、あのはっちつつつつなんだっけてれ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 出てこない。てやんでてやんで、てい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 て、パチンコのやつ、チームサプライズ Z ね、チーム Z みたいな、なんだっけ、ちょっとそこ行くお兄さんよ、ちょいとバカ恋のお名はそれ。鳴子持って踊ったことある。サコイじゃない、あれでも鳴子持って踊ってるから大丈夫。よさこいって何を定義にされてるんだろう。よさこい定義、いや高知じゃない、熊本です。よさこいとは高知のよさこい祭りから派生した踊りを主体とする日本の祭りの形態。ということは、
よさこいのルール、鳴子を手に持ち前進する振り付けが基本。あ、道路で踊るからってこと？でもステージで踊ってるやつもあるじゃないですか。そのステージのやつだけに行けたんですよ。そう、道路のやつは日中やってて、その日は私も普通にイベント出てたから そう、行けなかったんですけど。普通に高校時代めっちゃ仲良かった子です、友達。でも全然大学、そして社会人となり、全くもって 接点がなくなってして、なくなってしまい、女の子です。注釈入れとかないとさ。でもなんかそれ、しかもそれを福井が終わってから、福井で普通にステージしてから終わって見に行ったじゃないですか。 見に行ったんですね。 で、終わって次の日劇場あるのに、うわ、踊りたいって思っちゃって。 そう。なんかやっぱり人が踊ってるのを見ると、なんか踊りがすごいできるわけじゃない、得意なわけでもないし上手にできるわけでもないけれども、でもやっぱなんか見ると、ああ踊りたいっていう気持ちになっちゃう。そう、だから私ってアイドルやめれないかもしれないなと思って スポットライト症候群なっちゃいそうで怖いですね。でも今はね、というか昔から、そう、まだ今の段階の気持ちだけど、昔からやっぱ AKB が好きでみたいな。そう、 AKB になりたくて AKB に応募してるし、そう、別に他の、なんて言うんだろう もちろん他のアイドルさんになってなれるチャンスだって、そりゃさ、オーディション受ければあったかもしれないし、他の姉妹グループもそうだし、他のアイドルさんもそうだけど、そう、でもやっぱ結局 AKB になりたくて、 AKB が好きで AKB になったから、多分私は今の気持ち的にはね、わかんないですよ。その後、じゃあまあ何年後かとかにアイドルをやめて、 AKB をやめたとして、やめた後に、うわ、やっぱやりたかったわ、まだって思った時に、もう AKB には応募できないけど、他のアイドルさんなら応募できるとか、新しく作るアイドルさんなら応募できるってなった時に、もしかしたらね、急に そっちはやり始めるかもしれないけど、でも今の私の段階では、多分 AKB をやめたら
とアイドルとしてはもうこの世界には戻ってこないんじゃないかなと思うので、わからないですけど、こうやって保険かけとかないと、私がもしもやりたいと思って戻ってきた時にお前やらねえって言ったじゃないかって言われるからそう、今のところはって感じかな。そう、この世界保険をかけとくって大事なんですよ。それがさ、何が理由で辞めるか分かんないじゃん。例えばさ、それこそ怪我が理由で辞めちゃって、でもしばらくして何年後かに怪我が完治して、ああやっぱりまたアイドルやりたいなって思っちゃったらっていうこともあるじゃん。そう、だから何が理由かとかは分からないけど、分からないし、でもまだ続けるつもりだから勝手に辞めさせないで。友達と遊ぶから卒業は悲しすぎる。めっちゃおもろい。まあでもなくはなくはないと思いますよ、別に。例えば普通の女の子に戻りたいと思ったとか、普通に生活したいと思ったとかっていうのも一応卒業の理由の一種にはなるじゃないですか。普通の女性として働いてみたい、働きたいと思ったとか、その外野というか外からどうこう言われることないなく生活したいと思ったとか、ありだと思いますけどね、私は。その人にとっての卒業の理由なんて。あと7個ね。え、戦力外通告始まりましたね。嫌だね、この時期は。ツイッターでいっぱい見ます来期契約結ばずみたいな。残念、こちらプロッキーです残念クイズ不正解。
あれこの曲なんだっけ。でもここで歌ったらさ、もしさセットリストに入ってたら気まずい気持ちになっちゃうから歌わない。あ、どんどん記憶が遠のいていく。可能性ある。みんなに鼻声でさ伝えようと思ったの。この曲なんだけどって思って伝えようと思ったんだけど、自分が今鼻声できなすぎて笑える。鼻歌か、鼻歌で伝えようと思った。今47をじゃ鼻歌で歌おうとするとこうなるんですよ。かわいそう、かわいそう。そうだから伝えられない。しかも歌詞も出てこないから。調べられない。私は吉田カレンの卒業公演の時はバレないと思ったんです。そう、配信ももう終わってたしバレないと思って、 MC でも喋れないって言っとけばバレないかなと思ったんですけど、リハやってる時に待って47で富山って言うやんと思ってバレるやんと思ってMC も普通に喋りました。誰だっけ、セリちゃんが最初の女ですって言って、お代理も最初の女ですって言って。
出て、でも私がそこで最後の女ですって言ったのはちょっと MC 上手くなったなと思いました。そう、一番最後の方が良かったかなとも思ったんですよ。みんなさ、自分の最初うんちゃらみたいな発表してみたいな、そう、最後の一番最後に言おうかなとも思ったんですけど、でもじゃあこの後どんどん言ってった時にみんな最初で考えなきゃって思うかなと思ったりとか、そう、あとレミタンとかなんかさ、レミにとっては最初だけどカレンにとっての最初じゃないじゃんか、多分レミからしたらさ、一緒にはいっぱいその活動したけどレミの方が後から入ってきてるから、レミにとっては最、なんていうの、最初かもしれないけどカレンにとっては最初じゃないっていうことがあるかもしれないから、そう、この先他のメンバー見た時に最初でつなげるかなと思って、でもまあ順番的にもこうセリちゃんを代理ってきて私だったし、まあ、別にあっちのメンバーに順番振ってもいいんですけど、こう来るかなとも思ったし、そのまま最初でつなげてったら多分他の人たちもしんどいだろうなと思って、ここで一発最後の女かましとこうと思って最後の女になりました。割れながらうまかったなと思って皆さん見ましたか、私のメッセージビデオ。結構頑張ったくない？いつもはさ、普通にさ、カレン卒業おめでとうとかって喋るだけなのにさ、カレンダーまで2024年のカレンダーを買ってそうですよ、あれの締め切りの日に、動画提出締め切りの日に2024年のカレンダーを買って青マジックでめっちゃ頑張ってこうやって塗って、めっちゃ頑張った、ちゃんとカレンダーに書いたんだよ、えらい。でもあれ本当は9月22日に卒業する予定で作ったから、そう、2015年の4月3日から2023年9月22日になってるんです。申し訳ない誰かも言ってたけど、なんか本当に確かに私もカレンから卒業のビデオをもらいたかったなと思って、確かにと思って、なんか自分の時はどうしてくれるんだろうっていうのが、どうしてくれる、どう凝ってくれるんだろうっていうのがやっぱドキドキワクワクだったから、私の方がね後に卒業することになるからさ、だってがなったからさ、もうだからすごい寂しいなって思いはあるけど、私が卒業するときに個人的に送ってもらいますはい、あの動画っていつまで続けるんだろうね。8人公演までなのかな。じゃあこのカレンで終わりなのかな。どうなんだろう思わない？いつまでにするんだろう。だってもう最後の2人までしかできないじゃん。ラスト1人はさ、もう無理じゃん、誰もいないから。でも最後の2人から動画が届いてます。もうなんかよくわからんやんか、いつまでやるんだろうと思って
にはこれで安心したんじゃない？1月までハルピオンいるってことじゃん一部かもしれないけど出演する曲数一部かもしれないけど、ひーちゃんの卒業公演まではコンサートまではあハルピョンいてくれるんだなって思ったでしょ。そう、もともとは11月にお仕事が1個入ったから、そう11月まではいるよってみんな、11月までは確実にいるよってみんな思ってたかもしれないけど、これが1月まで飲みました。やったね、終わった。20枚、書きました。よし、ドボンします。今日はここまで、ドボンまでをみんなに言ってたから、ドボンやって終わり。私は痛いですよ、 AKB に。まだまだこの先も、イバジュンさんハートありがとう。これからもよろしくお願いします。配信終わったら寝よう。明日も朝、あ、でも明日の朝の時間来てないでもレッスンの時間を知ってるから、それ合わせでいいのかな。でも予定だとまあ早いです、普通に。
今4時間ぐらい暇なんですよ。ネジャーさんに聞いてみよう。明日のレッスン上じゃない。明日の。マネージャーさんに聞いてみた。明日雨なんだ。マジ？外出たくない。イサさん、キチさん、ハートありがとう。ありがとうございます。え、でしょ？リバースしてみるに聞こえるでしょ？早っ、めっちゃマネージャーさん早い。返事めっちゃ早い。そう、一日明日朝から夜までレッスンなのね。でも昼が暇なの明日、一応予定では。だからお、空いてる、やった。サイン書きとそう、あの個室みたいなところあるじゃん、あそこにいたら、イヤホンの充電もなくならずに動画もそのまま垂れ流しできるし、人と喋らなくていいから。そう、今はさ、なるべく人と喋りたくないから声出さずに生きていけるし、あとはね、サイン書きも進めなきゃだし、配信もやりたいし、人に気にせず寝ることもできる。そう、一番はな、でも喉休めたいなっていうのがあれなので。カードはね、どうしよう、持っていかないでおこうかな、明日雨だったら。そう、今日のやつが、今日本当は書こうと思ってた40枚がレス、あ、間違えた、自動で引くの、私でもお任せしました。そう、今日40枚書こうと思ってたやつを一応レッスン上に置いてきたの、40枚。うん、明日それ書こうかな。そしたらカード持っていかなくていいから、明日雨でも濡れなくて済む。うん、なのでその40枚を除いたらあとこれだけ。めっちゃ減った、すごくない？
そう、なるべく持ってったり持って帰ったりっていうのをねするとこのカードが折れちゃう危険性があるから、なるべくしたくないなと思って、一回持ってったものはもう空き時間に書くって決めてるんですけど、あとその40枚除いたら25、25、15だから65で、あと100、105枚です。全体であと105枚、すごい。減ってきた。明日のノルマは40枚。鏡もあるから振り起こしもしなきゃ。ありがとうございます、ありがとうございます、感謝です。マジで9時になった。でもそっか、ゴールデンベッドタイムもやりたいから9時半まで配信終わったらやめる。ゴールデンベッドタイムちょっと足突っ込みたいで、終わって9時半になってお風呂入って、明日も早いのですぐに寝ます。あ、そっか、公園に出たからドッポンタイムの告知しなきゃいけないのか。カレンの卒業の公演の前にチーム B 公演があったので、それのドボンタイム何となんですけど、なんとなんですけど、私のですね、アイドルなんかじゃなかったら劇場初披露をこの間させていただいたんですけど、あの「あれがラストです」はい、一発最初で最後、一回だけびっくり、
みずみんと一緒に目と目が歌いました。人生で最後とは言ってない。劇場のチーム B で披露したのはあれが最後。踊る2日前に振り入れして踊れるようになりました。そう、振り入れした時は全然踊れなくて、全然踊れなかったんですけど、当日いざみんなと踊ってみたら踊れたってなって、やっぱ寝ることって大事なんだなと思いました。勝負に出る対戦相手を探し中。奥にも寝るとギミギミも寝るからいいんじゃないかな、流してしまうの。目と目が、あれ全然出てこない歌詞。してしまうの、目と目があったら微笑むしかない、他の誰かと、それだ。そう、一緒にみずみんと背中合わせで歌えて嬉しかった。多分私のポジションが一番簡単。ありがたい、簡単なところにしてくださって。感想も踊らなくていいし、感想踊らなくていいの2人なんですよ、私とみずみん。そう、でもそのどっちかのポジションの中でみずみんはマイクをなんか拾ったりとか、マイクのリボン拾ったりとか、こう手のこうやつやったりとかしなきゃいけなかったから、多分私のとこが一番簡単だった。ありがたい。ありがとうございます。認めがあったら微笑む、あって微笑む、あと燃えるような恋はしてみたいけれどのところもみずみんと2人で歌ったんですけど、あそこも歌い終わってからこうゆいゆいにリボンをこうやってあげるってシーンがあるんですけど、みずみんと目合わせながら、推しとパフォーマンス中に推しと目を合わせてました。職権乱用ありがとうございます。なんかね、嬉しいのはなんかみずみんが分かんないふりやったら私のところに聞きに来てくれるのが嬉しい。その B 公演の時に周りに先輩はいっぱいいるじゃないですか。そう、でも私のところに来て聞きに来てくれるのがなんかニヤニヤしちゃう。そう、あとはこの間みずみんがこんなに裏でイチャイチャしてるのは愛ちゃんぐらいですって言ってくれたの、私に向かって。そう、愛ちゃんとはるぴょんにしかこんなにイチャイチャしないよって。嬉しい。
嬉しい。すいません裏でイチャイチャしてます。裏でイチャイチャさせてもろうてます。ケニーさん、ミラーボールありがとうございます。ごめん歌えない今日感謝フォークス勝利やったー。バンザーイ。しばらくこの人に喋らせておこう。私この声なんだよね今。これなんだけど上がるのは私たち。上がるのは私
早く出して。これで何分いけるかな。もうでも中身なくなっちゃった。蜂蜜直舐めしようかな。ちゃん舐めよう。名前にお芋って入ってる人がいるからさ、ナーミンファンかなと思ったらさ、大西ファンだった。いい感じ。ここはパス。ここはパス。私は
アメちゃん噛まない人間なんですよ。最悪、色変えないで欲しかった。ハートが良かった。上がってけ。上がんないの。蜂蜜直舐めって喉にいいですか。 AKB48 橋本春奈、手加減は無用だよ。始めよっか。上がるのは私たち。でも蜂蜜の味好きじゃないんですよね、あんまり。やめよ。まだ油断はできない。スキップしてみる？スキップ。いい感じ。今何位だ。4位。じゃんけんするの忘れてた。すごい、もうちょっとで1万盛り上がり。やだやだやだ。全員キャンズだ。
髪ストレートツイン、やば、幼、あぴょんずがぴょんずにドボンされてる。伸びたね髪の毛。上がるのは私たち。ピョンズいない。なんだ。ドロースリーチャンス。1分。ドロースリーチャンス。串使ってないか、しょうがない。今がドボンの時。イエーイ。おめでとう。アイテムいただき。明日。上がるのは私たち。ドロースリーチャンス。1分。やることがその合間の休憩時間にやりたいと思ってることが終わったら。TikTok ピョンムービー更新するわ、ちゃんと。ごめん。ドボンの推しメンは変えれますよ。ハルピョンにしたい？今から手順言いますね。まずドボンのホーム画面開いてもらって、その次にコレクションっていうところを押してもらって、でチーム B ってとこを押してもらって、で下にスクロールしたら一番下の欄に橋本春奈っていう人がいるんですよ。そこを押して、でハルピョンのカードをデッキにセットして、そのハルピョンのところを一番上の段にこう出てくると思うんですよ。ハルピョンが5人出てくると思うんですけど、その5人のどれかを押したら、全部ハルピョンにしてからどれかを押したらハルピョンになります。橋本春奈です。ノーマルだけど、ゆきりんさんの UR 出た。イエーイ。ハルピョンのノーマル出ました。ノーマルセットしとこう。暇だから。はい。
それね、チケット1枚ずつしか使えないのかな、めっちゃ思う。わかる。100枚ぐらい溜まってんだけど、うち。モンスターおしゃれ飲み。お代理のツイッターね。スキップしてみる。スキップ。なんかこうやって飲むのがあんま好きじゃなくて、基本的にどんな飲み物でもストローで飲みたいタイプの人間なんですよ。そうだから、あれがおしゃれだと思って飲んでるっていうよりも、普通にペットボトルも基本的にストロー飲みの方が好きで、そう、あれがおしゃれで飲んでるってわけではないです、別に。はい、そういうわけではない。なんかお代理になんちゃらなんちゃら、なんだっけ、なんちゃらなんちゃらの人みたいって言われた。なんだっけ、夢見るじゃなくて、なんだっけ、出てこない、なんとかなんとかなんちゃらキッズみたいな、横浜、え、なんだっけ、忘れた。そう、でも分かんなかった、分かんなかったから分かんなかった。なんだっけな、よし、じゃあ次にピョンズがいたら終わろう。ここには今ピョンズがいなかったので終わらない。うん、前髪ちょっと伸びたな。でもそうだと思う、なんか前に切っていただいた時にメイクさんに19月後半の時にちょうどいいぐらいにしといてくださいって言ったんですよ。そうだから、もう今10月前半だから、そりゃ長いよね。最悪あと1枚だったのに6枚来た。ドボーン。千秋楽に向けて毛先青にしようだって。やってきて、いいじゃん。そういえばそうだったね、私。懐かしいわ。チーム K の時、毛先なんか赤だったわ。思い出した。さ、なんかたまに来るチュッパチャップスみたいなやつは何？最悪どうするやん。水色のチュッパチャップスみたいな。
虫眼鏡、え、見えないアメちゃんだと思ってた、ずっとペロペロキャンディー系。チュッパチャップスだと思ってた。ラスト、うん、いるけどこの人多分さ一押し力140とかなんだよね。150だった。そう、ピョンズ、ピョンズのように見えて一生150だからピョンズじゃないと思う。謎解きミステリーギフト、そんなのやってんの今。ショールームで謎解きやろうっていう話、参加者してよ、ハルピョンに。速ドボ、速ドボしてあげた。よし、ラスト、次次ラスト、ピョンズ、ちゃんとピョンズ2人いる、嬉しい。ハルピョンが5枚揃わない？違うんだよ、この人一生5枚揃わせないの。一生私のノーマルでやってる、さっきの人。絶対、そう、一生なの、もうずっと。そう、一生一押し力 100ちょっとなの。そう、張り立てとかはさしょうがないじゃん。違うよ、全然始めたてじゃない。誰か色か、あ、ダメねえ、上がりたかった。アルピョン、スキップしたら上がっちゃうじゃん。そう、赤ちゃんみたい。まあ終わりということで、一旦バイバイにして、もう一回しない、もう眠い、眠さの方が強い。お風呂入る。メール送って、ピョンムービー撮って、お風呂入って、寝る。明日も朝早いから頑張ろうね。明日の配信はね、朝から夜までレッスンだからね、お昼にちょっとできたらいいなって思うのと、夜もちょっとできたらいいなって思ってます。そう、最近聞いたよね、見てね、みんな本当にハルピョン会らしい、マジで。うん、ツイッター見る限りハルピョン会らしいので、ぜひよろしくお願いします。ということで、ランキング読みます。1位、鉄道のエイトさん。2位、マヤ高原話かゆらさわさん。3位、川さん。4位、直吉さん。5位、くじの大吾さん。6位、サプライズレバーさん。7位、カズさん。8位、マチャルさん。
9位イバジュンさん、10位てつやとハルピョン大好きさん、11位マックミックさん、12位タケニアとハルピョンの喉が早く治りますようにさん、13位ネバストパッド、推しのめちゃかわ画像お代理に感謝さん、ありがとうございます。ということで皆さん来ていただいてありがとうございます。明日には普通の声になってるといいね。咳と笑いがということで、それでは皆さんぜひ見てください。最近聞いたよね。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のルビットジャンプで11,363盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、今日出身春ぴょんこと橋本アルナでした。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。ます。